正直始まる前は勝つイメージはあまり湧かなかったです。南アフリカ戦に関しては、まあ、全てがその1日全てがもう印象的でした。あの試合前の朝起きた段階での日本This man needs no introduction now. 68 caps, 69th this afternoon. Hatakeyama, he's got a formidable task ahead of him this afternoon in scrumming down against Beeston Toarira. The stadium about to explode. みんなで歌ってる時もそうですし、勝てる分からなかったのでどうなるか。The Japanese heads towards the posts. Can they do it?最後までもう本当に何て言うんですかね、どうなるかな。やっぱラグビーは常にキャプテンが、グラウンドではキャプテンが判断をする。そしてリーチがそこでペナルティーショットを選ばずにスクラムを選んだっていうのは、まあ、向こうに審美も出てましたし。A draw would be an unbelievable result. You still have to kick it over under enormous pressure. A win would just be the upset of all upsets. Of all time. Of, in the history of sport. Iwasa goes in. Here goes Leach. He's strong. Great tackle by Strauss. Saved the try. Tatakawa.最後のカン・ヘスケスのトライも、その後みんなで泣きながら喜び合ったのも、で、お試合が終わって帰ったホテルで地元のファンとか多くのファンが迎え温かく迎え入れてくれたっていうのも全て覚えてるし、その1日がもう忘れられない、自分にとってのハイライトだったと思ってます。そうですね、あの2015年のワールドカップで、まあ、ベスト8っていう目標には届きませんでしたけど、まあ、素晴らしい結果を大会通じて残すことができて、日本でもラグビーの人気というものが上がりましたし、今までこの日本人がプレミアシップでプレーするっていうこともなかったのに、まあ、こうやって僕がプレーできてるっていうのはやっぱりワールドカップの影響だと思います。でこれをやっぱり続けていけば日本代表の強化にもつながるし、もともと若い選手がそういう経験を積む場所にもなると思うんで、素晴らしい大会でしたけど、そこばっかり見ずに常に前を向いて、またあの素晴らしい